皆様こんばんは、モスキートチャンネルです。今日はモスの鉄旅ということで東京駅に来てます。今日は11月13日ということで、茨城県民の日になっております。茨城県民の日ということで臨時列車が東京駅と茨城県の日立を結ぶものが走りますので、せっかくなので家の近くを走るので乗ってみようと思います。この臨時列車、東京駅から茨城県の日立まで行くんですけれども、私の家、千葉県の舞浜ですので、今日は東京駅から舞浜までの一駅だけの乗車になります。まあそれより先行ってしまいますと茨城県入ってしまいますので、帰る時間遅くなるので舞浜駅までの一駅だけ乗車いたします。で、切符なんですけれども、こちらですね、グリーン車乗車しようと思います。まあ、せっかく651系乗るんでしたら、やっぱりあのグリーン車乗っておかないといけないですよね、ということで乗ります。はい、ではグリーン車乗ります。発車東海大三田日立から終点日立です。乗務員室ですね、左右にあります。荷物置き場がありますね。長ほど4号車特別車両のグリーン車です。グリーン車を含めまして、すべての車両座席指定席となっております。乗り降りは普通乗車券のほかに座席指定券が必要です。座席指定券をお持ちでないお客様のご利用はできませんので、あらかじめご了承ください。こちらですね、お見合い席です。随所指定の臨時快速ワクワク舞浜号常磐線経由日立。
舞浜より先の停車駅並びに車内のご案内につきましては舞浜駅を発車いたしました後ご案内をさせていただきます。停車して臨時快速ワクワク舞浜号常磐線系ゆきたちゆきです。次は舞浜に停車をいたします。着しました。たった16分間でありましたけれども非常に快適な旅でございました。お、人がすごいですね。明日11月14日は埼玉県民の日ということで55舞浜号というのが運転するんですね。乗ります。ではこちらではなくてあちら側の北口改札から出て、家に帰ることにします。ではさよなら。